ではではですね、特製デミグラスハンバーグを一つ、はい、ほんで、あとはビールみたいなやつ、はい、いっときましょう。はい、以上です。はい、ではでは。というわけでですね、本日どこに来ているかというと、以前ですね、焼肉定食をご紹介させてもらった、なんだレストハウス上野さんというところに来てるわけですよ、うん、で、じゃあなんで来たかって言ったら、この間その何だったっけ、三鴨っていうところにあるレモングラスさんっていうところで、そこがハンバーグとカレーの美味しい店だったんですよ、うん、ほんでカレーについては、その後に、パパラギさんっていうところに行って、タイ式の緑色のカレーを食べましたと、うん、で、じゃあって言ってハンバーグはどうなんだっていうところで、うん、今日来たわけですよ。というのは肉、徳島県のその、まあ、西部っていうかな、うん、の方では、そのお肉食べるだったら、うん、その谷富士のお肉、うん、つまりレストハウス上野とか、あと焼肉上野とかのお肉が良しとされてるんだね。で、駅阿波池田っていう駅の前ぐらいには、あのお肉のなんていう肉屋さんだよね、よくある、うん、お肉屋さんっていうのがあったりするぐらいなんで、まあ言ったらですね、徳島県の田舎の方では、うん、まあブイブイ言わしてる肉屋の系統であると。で、そこのところの、ハンバーグっていうのを食べに来たっていう、そういうところでございますよ。で、まあ、グランドメニューってこんなメニュー表があるんだけども、うん、ビーフステーキ、うん、こんな感じで、ビーフステーキに至ってはね、テンダーロインステーキっていうのがあって、200g で、あらびっくり、5,940円。もっとあるぞ。すげえ。黒毛和牛ロインステーキに至っては 200g で、あらびっくり、6600円。 280g になると、あら9900円と、なんかですね、 200g から 280g になると妙な割高感が出るんじゃないかという価格設定かもしれない。もうちょっとなんか、あのグラム増やすと安くなるとかっていう設定あってもいいかもしれないね、うん。で、国産厳選牛ロースステーキとかですね、これもまた 200g で4400円ですよと、いい値段するね、うん。まあ、その谷富士ファームだったかなっていう系列の、なんていうの、農場があるんだと、うん。で、そこからのお肉っていうことで、和牛が、まあ、美味しいですよっていうところなんですよ。で、ライトステーキっていうのもある、うん、こんなところで見えるかな、ライトステーキ、国産厳選牛カットステーキ、これまたですね、200g で1980円とかですね、うん、カットステーキに至っては、確かね、谷富士のお肉ではなかったんじゃないかな、記憶間違ってたら、あのコメント欄で突っ込んでいただきたらと思います。はい、おー、来た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 か。で、早速ですね、このビールみたいなやつが届きましたので、はい、飲んでみようと思います。今撮影するということでございますと。で、うん、なんかね、コンビハンバーグとかで、ハンバーグとエビフライで1210円とか、うん、で、ハンバーグとポークカツで1210円とか、そう、ぼった値段じゃないという。で、チキンステーキに関しては、細かですね、こんな感じでメニュー表見てみましょう。ちょっと見える。ほれ。阿波踊りっていう、まあ、徳島県の、なんていうかな、まあ、名産っていうか、まあ、徳島ブランドの鶏の阿波踊りっていうのがあって、でそれのですね、ステーキとかですね、エビフライがくっついちゃったとか、ポークカツもくっついちゃったよっていうのもあるわけですよ、うん。でそこで、今日選ばせていただいたっていうのは、ハンバーグを、はい、来たんだけども、スペルがですね、ハンバーガーになってるっていうところがですね、一応ツッコミ入れときましょう。はい、
ハンバーグじゃなくてハンバーガーになってるところがね。じゃあバンズに挟んであるのかって言ったらバンズに挟んでないんですよ、写真見ると。で、1日数量限定、平日限定、気まぐれオムライス1100円とかっていうのもあるけども、数量限定の数量が書いてないので、何食限定とかっていうのがわからないっていう秘密のですね、オムライスもあるみたいなんで、これもまたですね、今度、近いうちにですね、やっぱ気まぐれオムライスっていうのも行ってみようかなと思います。はい。ハンバーグに関してはデミグラスハンバーグがあって、和風おろしがあって、オニオンハンバーグっていうのがあると、いうとこなんで、そうですね、バリエーションっていうのは前3種類あれば十分か、で、あとはですね、パスタがあって、パスタは特選焼肉パスタ、これ焼肉ランチの焼肉使ってるのは写真見ると、で、パスタとあえてあるやつとかがあって、でミートソースパスタボロネーゼもあると、2種類あるんで、これもまた楽しめるんじゃないかなと、でカレーがありますでしょ、でクラシックメニュー、定番メニューっていうので、全てライススープ付きっていうので焼肉セット、こないだ食べたやつですよ、があったりするわけなんです。で大盛りになると、300円増しとか330円かな、正確に言うと。でブルブルセットっていうのは、何だったっけな、豚の生姜焼きかなんかの、定食であったりするんで、で、サイドメニューもありのと。で、キッズメニューは、お子様プレートっていうのもあるんだね、で、デザートは、ベリーサンデーとチョコレートサンデーがありので、ドリンクは、01、ここはですね、キリンの01ですね、はい。この間ね、01あのカンカンで飲んだんだけれども、この間はね常温で飲んでたんですよ実は、だからね冷えた状態で今日飲めるっていうのが嬉しいよね、で、ドリンクバーがありのでっていうんで、ドリンクバーですね220円だって、で単品だと418円、ドリンクバーっていうのはなんかこの間のインターネットかなんかで見たんだよ、ドリンクバーで元が取れるかなっていう動画があったんで、なんか見てみたら、どう考えてもですね20杯か30杯ぐらいコーヒー飲まないとあの元が取れないっていう仕組みになってるらしいんで、ドリンクバーっていうのはね、なんていうかな、長居するにはいいと思うんだけども、元取ろうと思うっていうのはちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうところでございますというところなんですよ、で、ここは、今、お昼のね、12時半とか1時前ぐらいかな、今の時刻が。なんで、そこのところで、結構ですね、お客さんもにぎわってると、いうところなんですよ。だから、人の喋ってらっしゃる声とかがガチャガチャ聞こえたりするんだけども、昼時混んでる時に、あえてですね来て、で、どんな雰囲気かなと。この間そのだいぶ前なんだけども、その焼肉セットを食べた時っていうのはラストオーダーギリギリできたんで、なのであのすっげー静かな状態だったんですわ。だけども、今回はって言ったらちょっとお腹が減っちゃったんで2時まで待ってなかったんですよ。で、こちらが、2階にある、2階がそのレストランなんですよ。で地下もレストランっていうか、あのお座敷があったりするんだね、お座敷があったりとか、地下にはね宴会場があって150人ぐらいまでは、ちょっとオーバーか、100人ちょっとぐらいまでは、対応できる宴会場があったりするんですよ。で、なんかあの地元の青年商工会議所とか、あとなんとか議員を応援する会とかっていうのがそこで開かれたりとかっていうことが、あるそんなところです。で、何これ、全然知らないや、平日ランチ限定コンビハンバーグ各種、あ、これ頼めよかったかな、5月9日から5月31日まで閉まった、ちょっと情報オーダー間違ったかもしれないね。コンビハンバーグ各種が、あら、
ハンバーグとエビフライ、ハンバーグとポークカツ、ハンバーグと焼肉がついて1210円のところが880円になっとると。オーダーした後に気づくと、よく見とけというところでございますよね。で、1階には何があるかって、2階の紹介と1階地下の紹介がつきましたけども、1階は何があるかって言ったら精肉店があるんですよ。その谷富士のお肉っていうのを出してくれ、まあさばいて、さばくっていうか、うん、解体してなんか加工してバンテンで出すんだろうね。何グラムで何円っていう量り売りのところがあったりとか、あと地元の東雲直産市だったかな、確か書いてあったのが東雲直産市っていうところがあって、でそこのところの東雲直産市では何だったっけ、地元の農家さんが何て言うんだろう、持ち寄った野菜とか、うん、あと特産品、さっきね石ぐるーって見たんだよ、その1階の何て言うの、まあ、物産展みたいなところ見たんだけれども、そこのところっていうだと、うん、目を引いたのが地元の人が作ったのか地元のなんか会社が作ったのか知んないけども、お団子があったりとか、地元のなんか美味しいパン屋さんなんだろうね、うん、パンのコーナーがあったりとか、あと450円でね、お弁当が置いてあったりとか、焼き鳥がなぜか置いてあったりするんですよ、うん、ビーフの店なんだけども焼き鳥が置いてあるんですよなんでだかと思うんだけどね。で、あ、これあ5月29日って何曜日なんだろう、あ、日曜日だって、あ、無理だお得な5月29日はお得な肉の日なんだと。で、イベリコ豚のロースカツが安くなってたりとか、厳選牛の焼肉用のお肉が、100g あたり800円のところが700円、微妙に安くなったりとかするっていう、うん、豚バラに至っては 100g が290円なんでが250円とか、うん、まあどうなんだろうね、安いっちゃ安いのか高いっちゃ高いのかよくわかんない値段設定になっておりますと。まあ微妙にね、5月29日はかかるみたいなんで、徳島県のこの、まあ、三好とかっていう地域に住んでらっしゃる方だと、利用してみるのもいいかもしれない。おー、ありがとうございます。はーい、ハンバーグ、イエーイ。でスープがついて、でご飯が出てきました。はい、ありがとうございます。で、特製でデミグラスハンバーグっていうので絵面を見てみようか。こんな感じだ。これこれこんなんで、どんぐらいの大きさかって言ったら、私のげんこつと並べてみればいいのかに見えるか、こうすればいいのか、げんこつと同じぐらいだよ大体すごいアバウトの表現だけど、でこれがデミグラスハンバーグソースでデアってかけろっていうやつなんだろうね。でご飯ありの でプースがありのというところでございますので、届いたので早速実食というところに行ってみようと思います。じゃあ、このハンバーグのソースをデーってかけて、あ、鉄板触ったらですね、そうギャーギャー言うほど熱くないっす。はい、今触ってみたんだけども、で、だからソースをかけても、あのジブジブジブってなるっていう風ではないっす。はい、ではまずはですね、まあ、ビールみたいなやつからいってみようと思います。はい、何はと思われたね、うん、冷えた状態だとより美味しいね、君のゼロイチっていうのは。本当に各社よく考えてあるよね。で、スープは何だろう、見たとこお味噌汁なんだけども、スープって書いてあるから洋風なのかな、どうなんだろう。お
味噌汁でした。はい、スープなんてかい表記なんだけどもお味噌汁です。大根と人参と玉ねぎが入ってたな、今パーッと食べたら。ということで、お肉いってみましょう。げんこつぐらいのハンバーグを食べて、千いくら値段表見るのは見ずに買う。そう、1320円でしょ。だから別に悪くはないね、うん、って感じなんですよ。じゃあ実食して。デミグラスハンソースは、基本的に、うん、うまみの設定になってますよね。すごいやつだった。ああ、いっぺんに口に入れてミスったと思ったね今。さっきさ、一番最初にブロッコリー食べた時はそんなに熱々ではなかったんで、高をくくって食ってたんですよ今。うん。付け合わせの野菜はなんていうの、そうギャーギャー言うほどの熱さではないのに、ハンバーグがめちゃ熱なんですよ。ですごいホロホロ感があって、うん、なんていうの、ほらファミリーレストランとかと比較するといかんだろうけども、元からねリトルリーグと大リーグを比べるのような感じで、なんていうの、比べちゃいかんのだろうけども、すごい食べ応えがあるっすね。素揚げしたレンコンとかですね、素揚げした、さつまいもだね、うん、やっぱね、前回焼肉定食をここで食べた時にあのビールみたいなやつをオーダーするの忘れちゃったんですよ。だけどね、やっぱりビールみたいなやつ、まあ、贅沢言うだったら、うん、なんか徒歩かチャリンコできて、あ、チャリンコは道交法以上、うん、酒飲んじゃダメなのか、まあ、徒歩かなんかタクシーかなんか来てビール飲むのがいいんだろうけども、絶対ビールみたいなやつはオーダーした方がいいっす。はい、さんのね、あのカレーハンバーグ、あ、違う、パパラジさんね、あのレモングラスさんのハンバーグカレーを食べてからずっと頭の中がカレーライスとハンバーグに占領されてたんですよ。でこの間パパラジさんでそのカレーを食べたいっていう心は満たされたと、うん、でじゃあって言ったら
ハンバーグ食べたいっていうのがあったんで、今日来て満足だね。うん、これは生のプチトマトですね。でね、うん、素晴らしくご飯との相性がいいっすよ。うん、本当に熱々なの。本当に、うん、今日来てよかったねって感じだね。途中さ、近所のラーメン屋さんでなんか適当にお茶を濁そうかなとかって思ったの、お腹減っちゃってから。でもやっぱりちょっと、うん、我慢してよかったね。これでハンバーグ食べたい心っていうのが、うん、満たされましたよ本当に。まあ、全部食っちゃったんだけども、うん、空の器を、うん、念のためにこんな感じで全部食っちゃいました。はい、ですので、うん、あのげんこつぐらいのハンバーグが食べたいなと思ったら徳島県でね、うん、ベストハウス上野に来るとげんこつぐらいの、私のげんこつぐらいの、ハンバーグが 280g かな、うん、が食べられるっていうことで、うん、なんとも良かった。また、これ見てですね、良かったねとかってボタンとか登録してとか、まあ他にもですねいろんなことをやってるんでバックナンバー見てもらうのよし、はい、で、見てこんな感じだったねとか、なんかもっと噛みましょうとか、いれば絶好調だねとかいうコメントも寄せてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。シャバダビアダバ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 ダ。